上からは何も言ってきとらんのか。箱の在りかは突き止めましたが、警備が厳しく手を出せない状態です。引き続き監視しろ。本当にそんな箱があんのかよ。何でも願いが叶うって怪しすぎだろ。確かに途方もない話だが、箱とは単なる比喩で、とてつもなく強い武器のことを指しているのかもしれない。しかもその箱は…うっせんだよって迷惑を。この鳩の連絡はどうなっとる。おかげさまにも私たち雲隠れと歩調を合わせるということで同意していただけました。ん、何事。ん、何やつ。事態は我らが思うよりも進んでおるようだ。昨夜、雷影が襲われたそうだ。な、雲隠れはナルト、お前が犯人だと言っている。これが霧隠れと岩隠れから回ってきた犯人の人相書きだ。な、何かの間違いです、綱手様。黙れ。でも、これは里同士の外交問題だぞ。加賀先生、信じてくれよ。俺は昨日一楽でラーメン食って、そんで…ナルト、事の真相がはっきりするまでお前を宝月城送りとする。各里が草隠れに委託している忍びの監禁施設だよ。けど俺は何もやってねえぞ。影分身の北端シチューロー。俺じゃねえ、俺は何もやってねえ。